ス順番間違えたのでやり直し。お時間の都合で倍速させていただいてます。突貫攻略の割にキャノンブレイク持ってるんだよな。レベルは低いですがとっても便利です。では問題児ケロスケが現れたので、黒キャスならくぐり抜けられるが、壁を後出しするんだな。握りだったら楽に進めるのですが、先に島を送ります。呪いのおかげでケロスケは妨害できないから、足の遅いやつ送るチャンスだな。位置が悪くなってきましたが本命の回を送ります。黒キャスの強みは呪いだが、レベルが低いうちは攻撃は微妙だな。丁寧に劣化を当てていきます。波動ストッパーのいない状態でバトルコアラッキョ。タイミングがずれてなかなか来れないメタル猫がもったいない。接近戦になるから体力のある回が頼りだな。大狂乱のジャラミを出しましたが、どこまで攻撃できるかが課題。回いなくなったけどケロスケもいないから、島をどんどん出していこうぜ。属性の関係で妨害はできませんが攻撃役として、姉さんに頑張っていただきます。直接攻撃を受けなければ実質ノーダメージで戦えるからな。極上が使えればしっかり守れるんだけど、レベル30にしないといけないから今回は無理。島で代用してさっさとこの化け物を倒します。赤コアラってそんなに厄介だったか。ノックバック1の段階で面倒だよ。こちらは縛り入れてるから難易度はかなり高いんじゃないかな。波動対策で第2形態で使えるキャラは、エヴァコラボの0号機とエマくらいか。ジャイニャンは宇宙編隊に章クリアしないと挑戦できないから無理。苦戦はしたがなんとか倒せたな。あとはカオルくんと壁ワンコだから、メタル猫出しながら攻撃をしていけば勝てるな。カオルくん撃破。もっと早くジェンヌ出していけばよかったのですが、なんとかなるんじゃね。はあまりよろしくないみたいですね。やっぱりレベル21のキャラを大量に使うのは抵抗があるか。レアだとそんなに大きく変わるものでもないんだけど、できれば間違いが起きてほしくなかったよ。無駄に意識高いよな。攻略に成功したので編成を確認していきましょう。ジェンヌのレベルが合算21なので今回は20くらいになります。間違えると縛りって結構効くものなんだな。できるだけレベル20で決着をつけていきたいと思ってます。星1が終われば解放してニャンコ島を楽に登って、無課金キャラで星2に挑戦してみたいと思ってます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。次回予告。レベル20の覚醒ムートだと攻略できないステージ、のんびりしていたらものすごいツバメンズにやられるよ。次回下手うまキュピズム。渾身を打てれば文句はないから行くよ。